皆さんこんにちは。今回紹介するのは、日本のタレント、モデル、YouTuber、女優、歌手、フィギュアスケート選手の本田望結さんです。2004年6月1日生まれ、京都府京都市伏見区出身、オスカープロモーション所属。兄はフィギュアスケート選手の本田太一さん、姉はフィギュアスケート選手の本田真凜さん。妹は子役であり、フィギュアスケーターでもある本田紗来さんです。自身のインスタグラムにて、スリットから美脚を覗かせたオフショットを公開し、私も股間のスリットからあそこを覗かせてしまいそうです。そんな気になる望結さんの3サイズは、残念ながら公表されていません。そのため今回は、ネット上の予想3サイズを一番最後に発表しますので、最後まで股間のスリットから覗いているものはそのままでご覧ください。幼少期はテアトルアカデミーに在籍し、鈴木福さんとは同じクラスでレッスンを受け、フィギュアスケート選手の兄、本田太一さんの影響で3歳でスケートを始めました。そして、4歳の時に、スタイル1の CM で芸能界デビューし、2011年10月期の日本テレビ系連続ドラマ、家政婦の御台の出演で人気を得ました。また、2011年7月には、小中高生約80人が参加し開催された、関西大学主催の氷の甲子園では、2回転ジャンプを決めて小学3年生以下の部で優勝し、2013年に第17回全日本フィギュアスケートノービス選手権大会でノービス B 女子で 56.08点をマークして8位に入りました。同年7月1日にオスカープロモーションに移籍し、2015年9月公開のポプラの秋で映画初主演を果たし、同作が第18回上海国際映画祭、第39回モントリオール世界映画祭フォーカスオンワールドシネマ部門に出品されました。2016年に近畿ブロックフィギュアスケート大会ノービス A 女子において、最初のジャンプでの転倒から持ち直し 79.68点をマークして3位に入り、4年連続で全日本フィギュアスケートノービス選手権大会に進出し、第20回全日本ノービス選手権大会では、ジャンプの着氷の乱れ等のミスはあったものの、86.02点を記録して同大会で自己最高位となる6位で初入賞を果たし、第39回京都府民総合体育大会、女子シングルジュニア幼年女子の部において、83.09点をマークして優勝しました。その後、2017年1月に放送のスペシャルドラマ、探偵少女アリサの事件簿でドラマ初主演となるなど、フィギュアスケート選手と女優で、マルチに活躍しました。得意なことに、水泳や走ることも挙げており、幼稚園の年少組の時に、年長組の子供たちも混じった徒競走で1位になるなど、自転車に乗れない以外はスポーツ万能であり、フィギュアの練習の一環として、ヨガ、バレエ、新体操、水泳のレッスン等の英才教育も受けていたそうで、水泳ではバタフライが得意なようです。また、フィギュアと女優の両立については、どちらかを嫌いになった場合には、どちらかではなく、両方をやめると決めていますと発言しています。それでは、最後に望結さんの気になる、ネット上の予想3サイズを発表します。上から、80、60、80の、C から D カップという予想が多いようです。運動が得意な望結さんは、きっと夜の運動も激しいんでしょうね。想像しただけで、私の股間を握る手もトリプルアクセルしてしまいそうです。ということで、今後も目が離せない、活躍されること間違いなしの、本田望結さんを、これからも応援していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、素敵な女性のエピソードを紹介するとともに、えりすぐりでちょっとエッチな写真も交えて紹介していきます。この動画を見て股間を握る手がトリプルアクセルしてしまった方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではこの後は、みゆさんとの二人っきりのお時間をお楽しみください。では、また次の動画でお会いしましょう。